今日正午過ぎ、札幌市東区にある小学校横の公園で芝生や立ち木が焼けました。で、現場からはマッチやライターなどが見つかっていて、警察は不審火として火の出た原因を調べています。今日正午過ぎ、札幌市東区の札内東公園で公園の山付近から煙が出ていると通行人などが警察に通報しました。火は消火活動に当たった近くの住民らによっておよそ30分後に消し止められましたが、公園の芝生などおよそ20平方メートルが焼けました。外見たらなんか煙が尋常じゃない煙出てたんで、なんかおかしいねっていうことで消火器持って駆けつけました。なんか警察の方はマッチを数本発見されてましたね。この火事で焼け跡からはライターが見つかったほか、近くではマッチ箱やマッチ棒が散乱していました。警察と消防は周りに火の気がないことから不審火として火の出た原因を調べています。